浦の観光物語、浦の秋を楽しむお月見。北海道上富良野町にある日の出公園、 JR 上富良野駅から車で5分ほどの距離にあります。園内の丘の頂上には周囲を一望できる展望台があります。夕方、日の出公園を訪れました。公園の芝生を西日が柔らかく照らしています。芝生には秋色に染まった落ち葉が舞い落ちています。西の空には沈みゆく大きな太陽。時刻は午後4時半を回ったところです。夕日に照らされた遊歩道が金色に輝いています。秋の日は鶴瓶落とし。ことわざのようにあっという間に日暮れを迎えました。南の方向を見ると町並みの向こうに広がる田園地帯には白い煙がたなびいています。稲刈りの終わった田んぼで稲わらやもみ殻などを燃やしているのでしょう。秋を感じる光景です。東の方向には雄大な十勝岳連峰、十勝岳からは白い噴煙が立ち上っています。日没を迎え、山並みもうっすら茜色に染まってきました。日が沈み、空に美しいグラデーションが広がった午後5時過ぎ。十勝岳連峰の上から大きな月が顔を出しました。白く大きな月、2日後の10月1日は中秋の名月です。雲のない今宵の月はその姿をくっきりと見ることができました。噴煙の上がる十勝岳とお月様、とても贅沢なお月見です。
5時半近くになり、あたりが暗くなってきました。暗くなった夜空で月が一層輝きを増しています。美しい日の入りと月の出を見ることができました。大きな雲の隙間から西日が差し込んできます。時刻はもうすぐ午後5時。JR 上富良野駅から車で15分ほどの距離にある朝日の山彦高地。まっすぐに続く道の向こう側に日が沈もうとしています。広大な農地に囲まれたこの場所は、人が生活する場所から少し離れているので、とても静かです。山彦の名の通り、時折遠くにこだまする車の音が聞こえてきます。虫や鳥の鳴き声、風の音が普段より近くに感じます。そんな周りの気配に耳を傾けているうちに、午後5時を過ぎ、日没が近づいてきました。十勝岳の景観が美しいことで、上富良野八景の一つに選定されている朝日の山彦高地。山並みも今は夜の闇に包まれようとしています。日が落ちると急に肌寒さが増してきました。少しずつ夜の気配に包まれる空気はひんやりとしています。あたりがすっかり暗くなりました。山の中腹あたりには十勝岳温泉郷の宿の明かりが灯り始めました。午後5時半を過ぎた頃、うっすらと月明かりが見えてきました。十勝岳連峰を覆う雲の切れ間から月が姿を見せてくれました。月明かりに照らされた雲が淡く虹色に光り、月夜の美しさに彩りを添えています。町からそう遠くない場所で幻想的な光景を見ることができました。どこか遠くに旅に来たような、そんな気持ちになれました。
10月1日、今日は中秋の名月。お月見を期待して、JR 中富良野駅から車で5分ほどの距離にある北西山の山頂へ向かいました。時刻は午後5時過ぎ。今日は朝から曇りがちなお天気です。山頂からの景色も雲で霞んでいます。月を待っているうちに小雨も降ってきました。残念ながら今日は中秋の名月を見られそうにありません。ですが、徐々に暗くなり、中富良野町の街灯が灯り始めると、美しい光景が広がりました。一つ、二つと増えていく家の明かり、次々に流れていく車のライト、オレンジ色の明かりが街並みを包み、とても綺麗です。中秋の名月には出会えませんでしたが、中富良野町の優しい町明かりにほっとした温かい気持ちになれました。今日は秋のお月見の物語をお届けしました。